ボードは乗るんでしょうか。乗るでしょうか。乗りますよ。乗るね、入るね。なんとか一歩は入る。それドア閉まらんやろ。でこのカバーのけて。あ、閉まった。一歩は入る。ギリギリ。ショートが。このタイプはできないタイプですね。できないやつですね、うん、レボーグはできたんですよね。レボーグはここに入りますね、はい、すぐは入らないですね。すぐは入らない、はいはい、わかりました。どう、手動ですね。あ、すいません、この L というのは手動ですね。 S がレボーグになってます。これは坂道発進をするときに、はい、あのサイドブレーキ、要は坂道発進なんかが自動になりますよっていうのは機能ですね。あ、うん、そうですね。 X モードとかも随分違いますよね。そう、フォレスターと比べてという意味ですか。はい、フォレスターの X モードとは、まあ、基本的に同じではありますけど、はい、こっちで、あ、はい、2000でしたね。そうですね、2000でしたね。よりはあの走り重視でエンジンにプラスモーターで加速を良くしていきますよというタイプのものでしたので。ですよね、燃費稼いでなかったですよね。そうですね、やっぱ下の進行を左手の方に回ってます。でもハンドルすごいいっぱいあれがあるんだね、あのボタンが楽しいですね。ねえ、昔のイスズのピアッツァみたいな。ご存じないと思います。楽しいですね。知らんねろ、ピアッツァ取った。使うところはもう2つ3つぐらいに限定されるとは思いますけど、スターグローバルプラットフォームと SGP っていうのがこの SGP から新しくついております、はい、あ、そうなんだ、はい、それ知らなかった。なるべく多いやつになかったですね。そうなんですか、そういう違いがあるのかな。そうなんだね、 XV も進化しとるんだね。以前あの下関でも XV 乗ったんですけど、その時も全然違う。シートは手動ですか。どこじゃ、おっと、うんと、走るね。ターボも何もついてないですよね。そうですね、もうよく走りますね。どっちかというと今スバルはあの燃費もよく、まあ、走りもいい。その昔はあの燃費よりはこの雪道をあのどんどん行けますよというふうに滑ってましたけど、これでも全然あのスキー上にも行けるんですけど、はい、どっちかというと燃費のいいようなあのリンク道の仕組みになっております。 AWD ですよね。もちろん、ね、フルタイムですね。あ、フルタイムなんだ、はい、あなたのフォレストもフルタイムよね。では滑り出してから4区に切り替わるようなリアルタイム 4WD ですとか。それはリアルタイム、はい、あのパートタイム4区も本当にボタンで切り替えるようなものもありますけど、スバルは常に4輪駆動なんですけど、これはあの前輪 50% 後輪 50% の配分ではちょっと重たくなりますので、はい、この車でしたら前輪に荷重ちょっとウエイト大きく置きまして、あの FF 車に近いような4輪駆動にはなります。なるほど、知らなかったな。今、はい、エンジンメーターの中にドライブのところに i って書いてます。インテリジェントモードで走ってますが、はい、こちら s のボタンを押してみていただくと、はい、ちょっと味付け si ドライブというのが変わりますので、はい、これで加速感がまたさらに増します。増すんですか、はい、その代わり燃費も悪くなる、うん、そうですね、はい、悪くなります。あ、違う、全然すごいね、面白いですね、うん、これはあの前の車に次にっていうのはあるんですか。はい、今ハンドルの中に車のマークの書いたボタンが2つありますが、はいはい、だったらこれ2つとも押していただきまして、はい、両同時に無理ですよね。今1個ずつ動かしていただきまして、で、はい、まあ、セットボタンを押すと追従するんですが、はい、本来はまあこれあの高速道路向けの機能ではありますので、はい、まあ、今試しに押してみれば追従していくんですけど、うん、あの途中で切れる可能性はあります。なるほど、はい、で今アクセル踏まなくてもついていくんですか。そのセットボタンを下に押していただけたらついていきますね。あ、下に押さないといけない。今はまだこれ準備の段階ですね、はいはい、で下押しました、はい、でこれで実はアクセル踏まなくても前の部分に付いていく、あれがついていってる、はい、
本当は？で、いや、踏んでない。57キロと56キロ出してます。今設定速度64キロですけど、はい、今オフ。あ、これは今弱くなったんですね。いや、追従はオンのままです、はい、あのハンドルレーンキープだけオフになりましたので。あ、そうです。スバルのランカスターから、スバルランカスターに ADA システムという、はい、ADA の前身なるシステムを使ったことがあります。それが18年前とおっしゃいました。18年前ですね。はははで、どこで劇的にアイサイトで進化したんですか？およそ確かに10年ほど前だったと思うんですけど。10年、10年ぐらい前バージョン1っていうのが出たんですか？バージョン1、10年も経つんですか？もう今バージョン3ですよね。バージョン1はですね、ぶつからないじゃなくて優しくぶつかるというシステムだったので、そうだね、優しくぶつかる。いわゆるあれで、随分違いますよね。その優しさの使い方、元々はあの30キロとかでこうガーンとぶつかるよりは、うん、ギリギリ5キロとかまで減速して、うんうんうん、そこからなので、ね、その減速見るとその、うん、運転手が、うん、あのブレーキ踏むでしょうとか、まだ法律的に自動ブレーキっていうのがまあ認められないような時代でしたので、うん、ギリギリできるのが優しくぶつかるまでだったんですけど、で法改正とかあってですね、あの自動ブレーキを認めるだけアイサイトバージョン2になって、もう劇的にもうスバルの車が売れるようになって、世界中の車がそういう自動ブレーキに追従するようになったと。ああ、じゃあやっぱりスバルが先行しとったの。そうですね。でまた他のメーカーはあの赤外線とかミリ波レーダーで前の車との車間を調べるものでしたけど、スバルはもうその18年前からこの複眼カメラ、2つのカメラで前の車とか位置情報を測るというものでしたから、誤作動が非常に少なかったというのが魅力だったんですね。今あの彼女が結構飛ばしてギューって言ったじゃないですか、はい、あれでも止まりますか、ブレーキ踏まなくても。まああのそうですね、時速50キロまでの相対速度でしたら、あの止まれるように、止まるようになってる、はい、50キロまでね、はい、はあ、ただあの雨の日ですとか、中に乗員がいっぱい乗ってて、はいはい、まあ、荷物が乗ってるといういろんな環境によってはもう少し落ちる場合がありますけど。なるほど、分かりました。すっげえ勉強になりました。知ってるつもりで知らなかったですね。